ワンピース海賊無双4でございます。何としても救い出す。これがわしの神器じゃ。サン！サン！見てください。しつこい方たちですね。ルフィさんたちを探さなければならないんです。誰か近くで戦っているようじゃ。仲間かもしれん。急ぎ向かおう。命からがら逃げてきたところです。そりゃ災難じゃったな。ルフィたちも早く助け出さねえ。360ポンド砲サンサンサンソン囚人図書室がある。おそらくルフィたちもそこにいるはずじゃ。どこかの部屋に地下に続く階段があるらしい。片っ端から扉を開けて階段を探すぞ。サム！扉から何が飛び出してくるんでしょう。ドキドキしますね。あ、私心臓ないんでした。閉じ込められた。急いで突破するぞ。
道は開けた。さて進むかの。これは地下へ続く階段のようです。わっと、うん、あの先が囚人図書室に違いない。急ごう。ほっ、チョッパーたちはブリュレの作るミロワールドに囚われた。ブリュレを倒せば解放されるはずじゃ。何なんですか。やけに鏡が多いですね。仲間と戦うなんて最悪。さっさとブリュレを捕まえないと。この調子で一人も逃がすんじゃないよ。私は優しく。そろそろ行くか。私たちの姿で襲ってくる敵のどれかがブリュレだから、見つけたら全部倒して。ブリュレは鏡を使う能力者。偽の一味も鏡を通って移動しているはずじゃ。鏡をうまく壊せば逆に利用できるかもしれない。こんな立派な
お城なんだもの。お宝部屋はきっと偽物と分かっていても味方とやり合うのはいい気がせん。近くの鏡を壊せば敵は逃げられなくなる。うまくやれば敵を誘導することもできそうね。魔球戦サン一撃サン一撃仲間の姿で襲ってくるなんて悪い夢でも見ているようです。
てくれたね。一撃三六360バレちまった。逃がさないよ。リズリー爆弾サム一撃サムカラスマガリサム一撃リズリー爆弾サムシスソンソンさっさとかかってこい。1080ポンド砲ギガンのトーレットです。一緒に行く。1080ポンド砲捕まえたわよ。観念しなさい。鏡の中だったらどうしようかと思ったよ。